先日、いわゆる大学卒業旅行というやつをしてみたので、その時の和み話。行き先は、ドイツ、オーストリア、イタリアの3カ国で、期間は半月強。まずは、ドイツでの和み話。フランクフルトのホテルでチェックインした際、ここにサインしてねえ。と言われ、日本語でサインしたら、フロントのおっちゃんのテンションが急に上がった。うっひょう。と言いながら、ロビーの奥のソファーに座っていたドイツ人の客に、日本語でサインもらったぜ。みたいなことを叫んでた。叫んでたのはドイツ語だったけど、なんとなく内容は理解できてしまった。ヤーパンがどうたらこうたら言ってたし、ドイツ人の客の皆様も、なぜか一緒になって、うっひょう言ってた。結構日本人客もいるホテルだし、なぜ、そんなにテンションが上がったのか、いまいち不明だったんだけど、とりあえず嬉しそうだったんで和んだ。隣にいた友人が言うには、何でも、私の筆記スピードが受けてたらしい。すごい早い。って褒めてたよ、英語で。と言われたが、あっけに取られた私には聞き取れなかった。すまん、おっちゃん。褒めてくれたのに。ドイツのミュンヘンからウィーンへ向かう途中、モーツァルトが生まれたザルツブルグという町で途中下車した。駅から町へ向かって歩いていると、橋の上で、向こうから歩いてきた白人のおっちゃんに、英語で声をかけられた。おっちゃん、すいません。バス停ってどこですか？明らかに、旅行者の私らに聞くなよ。と思いつつも、おっちゃんも大きなカバン持ってるし、英語だけど、ドイツ語なまりじゃない漢字のなまりだし、外国で道に迷う不安はよくわかった。なので、一緒に地図を睨みながら、バス停を探すことに。ちなみに、地図は、日本で買ったガイドブックのやつなので、外国人にはちょっとわかりにくい。日本語表記と現地表記がごっちゃになってる。おっちゃん、今は、ここ？地図を指して。表記よくわかんないんだけど。私、ここですね。友人、バスでどこまで？おっちゃん、駅まで。友人、多分ターミナルはあっちかな。おっちゃん、あっち。我々が歩いてきた方を指して。私、あの道を左に行ったところかと。多分。友人、間違ってたらすみません。おっちゃん、大丈夫。本当にありがとう。君たちは旅行者？日本人だよね。僕フランス人なんだけど、この街は素晴らしいよ。おっちゃんは、しばらく、ザルツブルグの美しさを褒めたたえ、握手をしながら。おっちゃん、日本も素晴らしい国だよね。日本人に声をかけてよかったよ。ありがとう。君たちの旅が素晴らしいものになりますように。次はフランスに来てね。こっちが赤面する勢いでありがとうを連発し、最後に、メルシー僕、と言って去っていった。おっちゃんが無事に駅までたどり着いてくれたことを祈る。日本びいき、と言っていいのかわからないけれど、熱烈に感謝されて、非常にこそばゆかった。こまごました和みは、他にもいろいろあったんだけれど、私の中で最大の和みは、フィレンツェからローマに向かう電車の中。今回の旅は、ヨーロッパでの移動は、全部鉄道移動だったわけだけども、ちょっと奮発というか、いろいろと事情があって、ユーレールパスの一等を使っていた。一等車両なので静かなんだけど、結構その、まあセレブな方とかビジネスマンが多くて、気楽さでは、二等の方が断然上だったりする。フィレンツェ、ローマ区間では、4人掛けのボックス席の廊下側の2席。向かい合う形での席が我々の席だった。ネットで予約したため、席が選べず、そういう席になったんだけど、その窓側に席には先客があった。お母さんと娘の2人だったけど、お母さんは私らを見ると、ちょっと眉をしかめた。多分、せっかく、娘と2人のボックス席でのんびりできたのに、よりによって、言葉の通じなさそうな東洋人が来ちゃったわ。ってところだったんだと思う。その席は、他の席との間がパネルで仕切られて、ちょっとしたコンパートメントになってた。
で、なんとなく申し訳なく思いつつ、かといって、全席指定の列車じゃ、勝手に席を変わるわけにもいかないし、とりあえずそこに座った。ちなみに、車内で車掌さんに交渉すれば、席の変更は可能だったりするけど、ここで変更してくれっていうのも、あんたたちとは一緒にいたくない。って言ってるみたいだし。列車が走り出して、シーンとなった車内で、お母さんは iPod を装着して寝始めた。列車内で寝るのは不用心と言われるけど、特急列車の一等になると、結構寝てる人がいる。娘さんは、カバンから落書き帳を引っ張り出して、何かをぐりぐり書き始めた。年齢は、おそらく10歳前後。外国人の年はよくわからん。そこで、ふと、娘さんのペンケースに目が行った。ハム太郎だった。ふと、娘さんの耳元に目が行った。キティちゃんのイヤリングが揺れていた。おお。と思って、こそっと娘さんをよくよく見ると、トレーナーから、カバンから、全部キティちゃんだった。キティちゃんって、マジで外国で人気あるのか。と思って見てたけど。まあ、あまりじろじろ見るのも。ということで、娘さんの観察はその辺で止めて、こっちも暇つぶしに移ることにした。とは言っても、おしゃべりするには車内が静かすぎるし、かといって、日本のように携帯でネットというのも不可。読書は本が重いから一冊しか持ってないし、スーツケースの中。結果として、私は折り紙でバラを折る自己最短記録の更新を目指すことにした。なぜ、バラかとか、最短記録ってなんだよとか突っ込んだら負け。友人に時計役を頼んで折り始めた。隣にお母さんが寝ているので、できる限り音を立てないように、しかし素早く。ものすごい集中して、ようやく形になり始めてきた時、ふと顔を上げると、娘さんが、ものすごく目を見開いて身を乗り出していた。目があったので笑うと、ぺっ。って感じで席に座り直して、でもやっぱり、じーっと手元を凝視。これは、是が非でも美しく完成させねばならないと奮起して、残りの工程を一気に折り上げた。タイムは15分ジャスト。音を立てないように折っていたので、かなりタイムロスが出た。けれど、その分、折り目はきっちり揃って、なかなかいい出来だった。娘さんは、もうなんというか、キラキラオーラをまき散らしながらバラを見ていてくれたので、どうぞと差し出した。ちょっときょとんとして、自分を指さして、いいの？私に？って感じで、何度もバラを私を見た。それが可愛いのなんのって。いいよいいよ、もらって。と言うと、娘さんは、パーって感じの笑顔になって、お母さんの服を引っ張り始めた。もう何よ。静かにしてなさい。って、感じのお母さんに、娘さんはバラを差し出して、もらったの。これもらったの。と興奮気味に報告。ちょっと不機嫌そうだったお母さんは、バラを見て、あら、綺麗。バラかしら？と笑顔に、私に向かって、ありがとうと笑顔で言ってくれた。あまり綺麗な髪じゃなくてごめんなさい。と言うと、そんなこと気にしないで。と笑われた。追記。当方ちょっとだけイタリア語がわかります。母子との会話は、イタリア語と英語の混じった謎言語で行われました。ここまで私のターンだったわけだけど、ここから友人のターン。バラにすごく喜んでくれた娘さんは、ご機嫌に絵を描き始めた。その横で、友人も、カバンからスケッチブックを取り出して、イラストを描き始めた。ちなみに、友人はかなり絵がうまい。娘さんは、手を止めて、友人の手元を凝視。友人は照れながら、フィレンツェで目撃した憲兵さんを描いていた。一発ペン書きスケッチなので、本人曰く、忘れないためのメモ程度らしいけど、娘さんは、友人にひっつきそうなほど近寄って、そのイラストを見ていた。あまりにもキラキラした目で見つめられて、友人は、何かスイッチが入ったらしく、ページを破って娘さんに渡した。
娘さんは、ものすごく可愛い笑顔になって、やっぱり、お母さんを起こしにかかった。今度はしかめっ面じゃなく目覚めたお母さんは、娘さんが見せた絵を見て、これはあなたが?と、友人に問いかけて友人がうなずくと、素敵な絵をありがとう。と言ってくれた。そこで、私が試しに、どうせなら、彼女の似顔絵でも描いてあげればよかったのに。と言ってみると、友人はいそいそ描き始めた。ザカザカとペンを走らせる友人に、今度は、お母さんも一緒になって注目。友人は、恥ずかしい、死ぬ、恥ずかしすぎる。と言いつつも、結構本気で描いていた。でも、時間もないし、下絵も簡単にしただけだから、多分、15分くらいで描き上がったと思う。水彩色鉛筆があれば色もつけられたんだけど。と口惜しげに言いつつ、友人は絵を娘さんに渡した。彼女はあなたを描いたんだけど、似てると思う?と聞いてみると、娘さんは、え?とびっくりして、友人の顔と絵を見比べて、本当に?これ本当に私?すっごく可愛い。ねえママ、これ私だって。というような感じのことを興奮しつつお母さんにまくし立ててた。お母さんも最初のしかめっ面なんて想像できない笑顔になって、本物より可愛いんじゃない?とか、本当に上手だわ。とか言いながら友人に何度もお礼を言っていた。けれど、そのままじゃなんとなく寂しい気がしたので、娘さんにお名前は何ですか?と聞いてみた。敬語で聞いたので、最初、ん?って感じだったけど、もう一回聞くと、照れながら名前を教えてくれた。スペルがわからなかったので、紙に書いてもらい、絵を一旦返してもらった。友人が筆記体で、彼女の名前をイラストに書き加えて、友人のサインと日付を入れて、もう一回彼女に手渡した。娘さんは、何度も何度も友人に、ありがとう。すごいね、とっても絵が上手。と繰り返し、友人は照れつつも笑っていた。その後、すぐにローマについてゆっくり話せなかったけど、降りる前にお母さんから、たくさんのプレゼントを本当にありがとう。いい旅になることを祈っています。という言葉をとびっきりの笑顔つきでもらった。ちなみに、その母子もローマで下車だったんだけど、下車前の慌ただしさと、降りてからの人混みで、ちゃんとさよならは言えなかった。バスツアーも楽でいいんだけど、こういう出会いがあるのは、個人旅行の特権だと、しみじみ感じた。あの絵と折り紙が、あの子にとって、いい思い出になればいいなぁと、臭いセリフを吐いて、報告終了といたします。長文失礼。